こんにちは、ミッキーです。今回は石川大人旅金沢見どころ9選をご紹介していきます。皆さんも一度は聞いたことがあるであろう加賀百万石、豊かさを示す指標とも言われています加賀百万石の加賀藩は前田利家が築き上げ、現代でもその豪華絢爛な様子は至るところで確認できます。そういった加賀百万石の城下町のシンボル金沢城公園、気品のある玉泉院丸庭園、そして日本三名園である兼六園などの主要なスポットも抑えつつ、歴史的建造物が立ち並びます東茶屋街や北陸屈指のグルメスポット近江町市場、そして2022年にオープンしたばかりの石川県立図書館などをご紹介していきますので、確認していただければと思います。このチャンネルではカフェ巡りなど日常を少し豊かにする情報をお届けします。少しでも応援してくださる方はチャンネル登録をして次の動画も見逃さないでください。ちなみに今回ご紹介するお店の Google マップ位置情報は本動画の概要欄から確認することができますので、実際にお店に訪問する際の参考としてご活用ください。まずご紹介していきますのは、世界で最も美しい14駅に日本で唯一選ばれたことで有名な金沢駅でございます。改札口を出てまずお目にかかれるのが巨大なもてなしドーム。アルミとガラスで構成された圧巻の建築物は、雨や雪が多い金沢において駅を降りた人に傘を差し出すおもてなしの心を表しているということでございます。使用されているガラスは3019枚、正方形のガラスは1枚もなく、精巧なパズルを組み立てるようにドームが形成されているということでございまして、その建築技術の高さに驚かされます。そして金沢駅といえば有名なのがシンボルとも言えますこちらの木製の鼓門でございます。金沢の伝統芸能であります能などで使われます鼓をモチーフとしていまして、螺旋状にねじれながら立つ柱の建造美は近くで見ても離れて眺めても見事でございます。鉄骨は使っていないということでございまして、木造建築、高さは 13.7 メートルになっています。昼間だけではなくて日没から0時までのライトアップも注目でございまして、7時ジャストなど1時間ごとの聖時には加賀五彩であります園児、藍、草、黄土、古代紫をイメージした色に彩られるということでございますので、ぜひ霧のいい時間帯に訪れてみていただいて、そのライトアップ確認していただきたいなと思っています。土日には2分ごとに色が変わるということでございますので、特に注目になっていまして、平日は月火水木金で5色が変わっていくということでございました。そしてこちらの1日フリー乗車券を使って充実させていただければと思いますので、こちらもぜひ参考にしてみてください。続いてご紹介しますのは近江町市場でございます。近江町市場は時代の変遷と金沢の発展とともに栄えてきた歴史的にも貴重な市場でございまして、近江町という愛称で親しまれているということでございます。1690年頃から城下町で火災がたびたび起きていたことから、市内の市場を現在地に集めたのが始まりとされていまして、1904年には県からの公共の市場として認められました。後でご紹介する金沢城の方でもですね、その火災について語っていますので、ぜひそちらも参考にしていただければと思うんですけれども、まあそういった背景もありつつ集まってできた市場ということで、まあ、そういった歴史的背景もしていただくと、とても多種多様な店が入っているところも感じていただくことができるかなと思っています。今カレーパンコロッケのお店をご紹介したんですけども、その他にもですね、こういったおでんですとか海鮮丼とかもたくさんありまして、まあここだけで十分にグルメ楽しむことができるかなと思っています。鮮魚や青果の卸売機能が中央卸売市場へと移転したということでございまして、現在はこういった小売機能を中心とした商店街となっているということでございます。名実ともに市民の台所として金沢の食を支える場所となっているということでございますので、まあそういった背景も踏まえつつ、ぜひお気に入りの店を事前調査していただいて訪れていただくと、金沢の旅もとても充実するかなと思っています。まあこちらの海鮮丼ですね、結構値段は張るんですけども、まあ東京で食べるよりは確実にコスパがいいメニューになっていると思いますし、何よりもその鮮度ですね、ここでしか味わえないような鮮度で美味しくいただくことができますので、ぜひこういったところも参考にしていただければと思います。続いてご紹介しますのは、石川県金沢の中でも特に有名な兼六園でございます。入場料は大人320円、子供100円とめちゃくちゃ安いので、ぜひともですね訪れてほしいなと思っています。日本三名園の一つに数えられます回遊式の庭園であります兼六園。この回遊式というのはですね、
寺院の建造物から見て楽しむような座館式の庭園とは違って、土地の広さを最大に生かして全体を遊覧できる庭園だということを示しているということでございます。こちら訪れた際には紅葉の季節でございまして、まあ、こういった紅葉を十分に感じることができたんですけども、こちら兼六園は金沢市の中心部に位置することから観光においての見学も立てやすく、さらに先ほど申し上げたような四季折々の美しさを楽しめる庭園として多くの県民や世界各国の観光客に親しまれているということでございまして、金沢観光で必見のスポットだということに関しましては言うまでもないかなと感じています。そして先ほど申し上げました回遊四季という庭園の中で、庭の中にあります大きな池、山を見立てたようなアートのような築山、そして料亭や茶屋を点在させていまして、それら一つ一つに立ち寄りながら楽しむことができる空間にもなっています。まさにですね、江戸時代のオープンカフェとも言えるような空間になっていますので、カフェ好きな方もそういった楽しみ方をしていただきますとより楽しむことができるかなと感じています。ちなみにこちら夜のライトアップもとても美しいんですけれども、実は動画作成時の現在12月26日時点では落雷の影響で当面の間夜間開園とライトアップが中止されてしまったようなので、ぜひ訪れる際には SNS 等の情報を確認していただいて訪れてほしいなと思ってます。さて、たった今ご紹介しました兼六園に続いてはこちらの金沢城公園でございます。おそらく今となっては兼六園の方が有名かと思うんですけれども、もともとは金沢城の外邸だったのが兼六園でございますので、主役はむしろこちらの金沢城の方かもしれません。1583年に加賀藩の初代藩主であります前田利家が入城したことで本格的な城作りが始められましたこちらの金沢城。実はですね、先ほど大水戸市場の方で落雷や火災が多かったというふうに申し上げたんですけども、実はですね、こちらの金沢城も1602年に落雷、1631年、1759年、1808年、そして1881年には火災に見舞われてしまうということでございまして、城のほとんどが焼失してしまうなどの苦境を迎えていました。度重なる復旧を通じまして、天守や本丸こそなくなってしまったものの、この美しい造形美は今でも健在でございます。私も名古屋城とか大阪城とか過去に訪れてるんですけども、まあそれだと比べましてもですね、その天守がないってだけでちょっとインパクトは薄くなってしまうかもしれないんですけども、その一つ一つのものの作りですね、まあそういったものはとても美しかったかなと感じています。そしてその金沢城の近くにありますのが、こちらの玉泉院丸庭園でございまして、こちらもとても美しい様子になってますので、ぜひ写真に収めていただきたいなと思っています。続いては金沢らしいフォトジェニックな風景が撮影できる場所であります、こちら東茶屋街でございます。金沢文化を代表する茶屋街の一つでございまして、この日訪れたタイミングでも国内外から着物に身を包んだ観光客がたくさん訪れていた印象でございます。フォトスポットとしてももちろん美しいんですけれども、格式ある割烹やおしゃれなアチアカフェ、伝統工芸品を扱うセレクトショップなどが立ち並び、金沢らしいグルメやショッピングを楽しめるところもおすすめなポイントになっています。特に女性にとっては必見な観光スポットになっていると思いますので、ぜひ旅で訪れるスポットの一つとしても参考にしていただきたいなと思っています。ちなみに別の動画でご紹介させていただきますけれども、こちらのフルーツ大福もとても美味しいメニューになっていました。さらにもう一つ東茶屋街の近くで押さえておきたいスポットが浅野川大橋でございます。2022年で100周年を迎えているということでございまして、金沢らしさを象徴する地域のシンボルにもなっています。こちら2000年には国の登録有形文化財にも指定されている建造物でございますので、ぜひ先ほどの東茶屋街と合わせて楽しんでいただきたいなと思っています。続いてご紹介しますのはこちら金沢21世紀美術館でございます。新しい文化の創造と新たな街の賑わいの創出を目的に開設されました金沢21世紀美術館、2004年に誕生しもうすぐ20周年を迎える美術館でございますけれども、館内はもちろん美術館自体の外観やその他様々なアートが至る所に存在していまして、たとえ休館日だったとしても楽しめるのが魅力的なポイントになっています。実は私が訪れたこの日も休館日だったんですけども、
今回映像でご紹介しています通り、美術館の外にあるアートですとか、あとはこちらのラビットチェアなどの館内の一部のアートは鑑賞することができましたので、ぜひ諦めずに訪れてみてほしいなと思っています。ちなみにこちらパビリオン丸というアートに関しましては、開館10周年を記念して作られた作品だということでございますので、20周年を迎える2024年にも何かまた新しい作品が誕生しそうでワクワクします。続いてはハイアントセントリック金沢というところでございます。街全体が美術館のような金沢を探索する旅の拠点にをコンセプトにしていまして、2020年8月に誕生したフルサービスのライフスタイルホテルになっています。金沢駅から徒歩2分の抜群のロケーションでございまして、旅の拠点としてもとてもおすすめなホテルになっています。入り口、エントランス、ロビー、客室とホテルの至る所で金沢の伝統工芸品やアートを確認できまして、その数なんと100点以上でございます。こちらの圧巻な金屏風っぽいようなアートももちろんですけれども、入口付近でたくさんのアート作品があることがすでに確認できるかなと思います。加賀友禅や漆、九谷焼をはじめとする伝統工芸品をスタイリッシュに現代アート風にアレンジした作品は、美術作品としても十分に楽しむことができますので、一つ一つ探していただければと思います。ちなみに参考価格としまして、大人2名で最低1万5000円ぐらいで泊まることができまして、平均的には土日に泊まる場合には2万5000円とか3万円ぐらいで泊まることができますので、もうとても手に届かないようなレベルじゃないというところもお勧めできるポイントかなと思っています。ちなみにこちらのハイアントセントリックというブランド自体が、地元のカルチャーを感じられるホテルをコンセプトにしているということでございまして、そういった背景が地元×アートを実現しているように感じることができました。ちなみに日本では2022年12月現在、金沢の他には銀座にあるのみでございまして、貴重なブランドだとも感じています。こちら客室の様子になるんですけども、スイートルーム7室を含みます253室の客室は、金沢の街とのつながりを満喫できるアートが溢れる空間になっています。枕元である青いアートですね。こちらは金沢の路肩に和紙を敷きまして、道の割れ方やマンホールの形までもリアルにかたどった作品だということでございます。他にも今映しています通り、たくさんのアートが部屋中に飾られていますので、ぜひですね、宝探しのように部屋中のアートを探していただけると、滞在の時間でさえも十分に楽しむことができるかなと思っています。ちなみにこちらミネラルウォーターが支給されていまして、そちらは館内にありますウォーターサーバーから入れることもできますので、金沢のいろんなところを巡りながらホテルで給水するという使い方もできるところが嬉しいポイントになっているかなと思っています。ちなみに外観はこんな感じでございまして、こちらエントランスの様子になっています。そして最後にご紹介しますのは、2022年7月にオープンしたばかりのこちら石川県立図書館でございます。地元民はもちろん、県外からの観光客からも注目を集めていますこちらの石川県立図書館、映像からも伝わるかと思いますけれども、図書館自体が一つのアートになっていまして、写真撮影も他の利用客の迷惑にならない範囲で許可されているということもありまして、観光スポットとしても今後さらに人気になりそうな雰囲気がすでに漂っていました。この日も約1時間ほど滞在させていただいたんですけれども、地元民の方々がとても羨ましくなるような魅力的な図書館になっていました。こちらアーティスティックな側面はもちろんなんですけれども、自習用のスペースもたくさんありまして、充電も可能になっていました。でさらにですね、蔵書の数が半端なくあることも踏まえますと、学生や社会人などが時間を過ごしやすく、必然的に石川県民の教養が高まっていくのではないかなと思えるほどになっていました。まあ、こんな感じでですね、本の蔵書の仕方もとても美しい感じで彩られていまして、私過去に富山編でも図書館の様子を映させていただいたんですけども、まあ、そちらとはまた違った美しい様子が伺えるかなと思っていました。もしかするとですね、この北陸という地方に関しましては、冬場になりますと、まあ、雪が降るということもありまして、結構外で過ごしにくいような時期が続くような地方かなと感じています。まあ、なのでこういった図書館をとても充実させることで、冬の季節にも十分に楽しく過ごすことができるような、そういった空間作りがなされているのかなというふうに感じることもできました。ちなみにこちら石川県立図書館の愛称は百万石ビブリオバウムということでございまして、図書を意味しますビブリオと木を意味しますバウムを組み合わせて、さらに建物や蔵書の規模感を百万石を冠して表しているということでございます。ぜひ愛称であります百万石ビブリオバウムという名前も覚えていただきつつ、こちらの図書館十分に観光していただければと思います。
以上、今回は石川県を満喫できるような金沢の見どころを9選ご紹介させていただきました。私も石川県というと金沢だけじゃなくて他も楽しめるかなというふうに感じてたんですけども、やっぱり金沢だけでもですね十分に楽しむことができますし、今回は1泊2日の旅行だったんですけども、結構ですねこの観光スポットが先ほど申し上げました兼六園を中心に割とギュッと濃縮されていますので、まあ、そういったところも時間が限られている中での観光にお勧めできるようなスポットになっているかなというふうに感じました。まあ、特にですねフォトジェニックなスポットがたくさんありますし、アートを楽しむこともできますし、さらにグルメも楽しむことができますので、ぜひ写真好きの方、動画好きの方なんかに関しましてはカメラの片手に観光していただくのもとてもおすすめかなと感じています。あとはこの石川県立美術館、ぜひ混む前に皆さん訪れてほしいなと思っています。以上、ミッキーでした。ありがとうございました。